まるで AKB のトップ2がやれる総選挙こそ本家だと主張しているようですなるほど、今年も楽しみです。そっか、ワンツーか、まあ、確かに。そっか、指原がツイートしてるわけですね。 V3 やっぱ狙ってるわけですね。そうなんですよ。僕もちょっとお話する機会がありましてね、やっぱ本人もやっぱこの大会というかこの本家の方ですか、うんうん、こちらをすごいやっぱ期待してるというか、あ、うん、狙ってるんですね。狙ってるんですよ、こちら3連覇っていうものをね、本当に狙ってて。まあね、確かに過去2回取ってますから、うん、指原はね、ここまで来ると3連覇狙いたいと思ってるとこでしょうが、うん、先日行われました AKB の方の総選挙ね、はい、選抜総選挙でこの2位の柏木が、これやっぱり滑り込みでね、ちょっと来たわけですよ、はい、駆け込みスキャンダルっていうんですか。そうですね、はい、これいろいろね、やっぱり我々も、まあ、この選考委員会も驚いたわけですね、はい、うん、来たぞと、とうとうね、はい、うん、一瞬これ駆け込みかと、はい、みんな思ったんですよね。思いますよ、これはね、やっぱり仕上げてくんなと、うまいよ、合わせてくんなと、うん、はいはい、ここの選挙に、うん、ただね、ちょっとこう一個失敗してるんだよね、相手が悪い、うん、そうなんだよね、そこだと妄想しづらいんだよね、相手がね、やっぱりクソメンが選ぶっていうのがこれついてますから、あのタイトルに、はいはいはい、一応ね、うん、クソメンが選ぶ妄想総選挙ですから、うん、やっぱりこのここ行っちゃうとね、あのクソメンも手出せないでしょっていう、そう、妄想できないんだよ本当に、これだと。そうなんです、なんだよってなっちゃうんだよね、ちょっと俺らじゃっていうの。そうそう、はい、指原はその辺うまくやってますからね。うまくやってます。うん、それやっぱうまい。やっぱりすごいよね。そう、俺たちでもやれるはずっていうところにやっぱり引っかかるところ。合わせてきてるから。そう、夢があるからって、うん。ここやっぱり行っちゃうと柏木のこれダメなところですよね。ね、これだとやっぱり選抜にできませんよ。できないできない。正直。うん。うん、スキャンダル起こせばいいと思うんじゃないから。そう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 。はい、まあね、そこ張り切っちゃったのかもしれないね、ちょっと間違っちゃって、ちょっとプレッシャーが変な方向に行っちゃったんだろうね、逆の方向に。そうなんだね、まあ、来年だからちょっと期待はしたいですね。そう、ということで、やはり先ほどスタッフからも、はい、今回、うん、やっぱ候補者落ちしたそうですよ。そうね、はい、うん、これ多分皆さん納得だと思いますよ、ね、納得納得、うん、やむを得ないですね、ここは。そうですよ、ちょっと次からもうちょっとこの夢のあるね方と、うん、あ、スキャンダルの方お願いしますよ、ね、うん、夢のある方と夢のある場所でね、そう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 、うん、お願いします、はい、うん、さあ、そしてね、うん、まあ、指原がね、あっちは1位で、うん、はい、俺たち見てないんだよね、僕ら、そうね、見てなかったの、ライブで03のね、東京03のライブにちょっとね、うん、出させていただきましたから、舞台がありまして、うん、東京03と一緒にね、やってる、うん、ライブがあって、あれ日曜日だったんだっけ、総選挙、土曜日か、うん、土曜もやってたからね、土曜日に、また視聴率も良かったのね、18ぐらい取ったの、18.8 だって、あ、すごいね、瞬間最高が 23.4、 へえ、あ、指原の名前が徳光さんにコールされた瞬間だって、うん、スターだね、指原は、うん、様々だね、すごいな、テレビの方でも1位、ラジオの方でも1位、うん、よく本当のスターっていうのはさ、やっぱ子供からおじいちゃんまでの人気だってじゃない、ね、本当のスターっていうのは、そうだよね、もうそうすると指原はもうその域だね、うん、テレビとラジオ全部、普通やっぱこっちで1位になる人ってラジオの1位にならないもん、そう、ラジオはまたラジオの特殊な、ね、うん、感じがあるもんね、あるから、うん、そこ網羅してるって確かにいないか、今までになんだかんだ言って本物のスターなんだな、うん、もう、うん、来たね、確かに来た ね、 ね、これはちょっと今年も強いかもしれないよ、うん、やっぱあんの3連覇ってのも、いや、わかんないね、ここは阻止、うん、でも阻止するようなメンバー、うん、本当今回はそんな現れてないんだよな、なかなかね、スキャンダルがね、なんかしか分からない、ちょっと難しいよね、はい、そう、でも結構いると思うよ、強いの何人か、うん、そんなにね、甘いもんじゃないのよ、まあ、3連覇はね、これは指原が一番分かってると思うの、連覇する難しさとか、うん、そう、苦しみの苦しみは確かにそうだ、だからきっとあいつは、うん、いやいや、俺たちがこうやって差し上げじゃねえかって言ってても、いやいや、何にも分かってないと、おぎやぎは、うんうん、総選挙でね、うん、1位になるってのはすごい難しいことなんだって、一番知ってるの、あいつは。
多分だから今もだってラジオとか多分聞いてると思うんだよね、まあ、もしかしたら聞いてるかもしれないね、うんうん、期待してるってぐらいだからそうですよ、うんうん、さあまあそんな感じでね、はい、ライブやってましたが、うん、ライブ中はどうだったなんかライブずっとやってたもんね、うん、なんせ今回長かったからね最終日なんか4時間4時間やってんだからザキヤマだから土日が伸びるんだ伸びちゃって毎日違うんですよねどんなゲストの方がいらっしゃって、うん、バナナマンだいたい3時間半なんですよだいたいそういうのでねそういわゆるこの悪ふざけがね嘘悪ふざけの会が、コントがあってそこのこう、まあ、役が毎回違ってねで土日は全部ザキヤマだったんですよ、うん、それで土日ザキヤマだったんだけど土曜日に俺と普通だったら日曜日飲むじゃないですか、打ち上げ終わってから、ねね、だからその前の人は普通飲み行かないじゃん、うん、なのでザキヤマがまたあんつるわがままで、うん、あいつ月曜日に人間ドック入れたんだってだから、ね、日曜日夜の8時以降一切ご飯も食べなきゃそうだったお酒も飲めないから土曜日に行かしてくんないかっつって俺にかかってきて俺と大倉と、うん、ね、山崎とで塚ちゃんがすげえ見に来るんだよだから塚ちゃんも連れて行ったのでそこで塚ちゃんに交渉して、うん、ダマでね全員に俺とだから塚ちゃんとザキヤマと大倉しか知らないんだけど、うん、そのザキヤマがゲストなんだけど途中でこう変身するところがあるのねザキヤマがなんか、うん、最終形態だみたいな感じでこうすごいさらにパワーアップして出てくるって役があるんだけど、はいはい、そこで塚ちゃんになるっていうフリーザ的なやつでバンバンねこう変身して一回大きくなったりとかねそのマッピングで大きくなったりして最終形態が大体今までは普通の元に戻るっていうねあれだったんだけどそれがスカッチャンのやつの豪華ですねいや豪華ですよワワクでしょエンディングもみんな袖でびっくりしましたから知らないから誰も知らないそうそうそういうのやってたら4時間なかなか4時間っていうのはそうですね。ねで一応まあここにもよくね名前で大倉がね、うん、大倉って大体やっぱ皆さんラジオクソメンとかって姿は知らない。わかんないどうだろうね。なんとなく情報は入ってるハゲてる。ほらハゲは知ってる。大体ハゲてるってのは分かってる。ハゲてるのは知ってる。で俺最終日の、カーテンコールで大倉を呼ぶんですよ。やっぱ最後ちょっと演出から。大倉に内緒でね。そう。うん。ただ大倉、客席の後ろの方にいるんですよ、うん、さあね呼んだ時にねあいつがこう走ってきたの、うん、それ見て俺なんかジーンときちゃった大倉が走ってるなんかねなんかなんだろうな、うん、演出家ってイメージはなんかこう、まあ、出てくる時になんだろうな、うん、ちょっとこう照れながらとか でゆっくり歩いてね客席だから歩いて、まあ、ちょっと感覚がちょっとあってね。そうそうそう。はい、あいつ全速力らしいから、逆にかっこいいっていうか、うん、うん。大倉的には待たしちゃまずいと思って、うん、ペコペコだから、いつも大倉って、うん、だから、ああいう感じなんですけど、うん、いやそれが、なんか、全速力の演出家ってかっこいいなと思って。あれなんか良かったなと思って、あったね、あれ。うん、周りもやっぱみんな、そこ評価されてて全速力の演出家ってやっぱね役者さんとかも今回ね出てき、参加初めて大倉のものにね参加してやっぱ途中稽古とか当日のなんかこういう場当たり的なものとかこういろんなもやっぱ一緒にやってきてこんなにみんなからなんだろうな舐められてる演出家初めて見たそうだね、うん、って言ってたもんやっぱ大倉見てあ、うん、すごいのになんでこの人こんなにすごいのに、うんね、やっぱ本とか見てて思ったんでしょうけど、うん、やっぱ周りからすげえ舐められてることにすごい不思議があってそうだね、うん、ずっと俺とザキヤマと大倉で楽屋で遊んでたんだけどクイズ必ず出してね、うん、大倉が俺がクイズ出すと必ずザキヤマが大倉の横にまず立つんだけど、焼酎ね、うん、焼酎ってすごいこう銘柄があって 3M って言われてる、銘柄があるわけなんですよ、うん、もう幻のお酒っつって、うん、それが魔王っていうのと、うん、あと森井蔵